この問題は、上町にある産業廃棄物処理会社砂押オプラリが会社の敷地内に感染性廃棄物を長年放置していたことが JNN の調査報道で明らかになったものです。県によりますと、砂押オプラリに対しては2007年1月に特別管理産業廃棄物処分業の許可を出しましたが、その後、2012年度にはチューブや注射器などの廃棄物が 最終処分されないまま屋外に大量に保管されている状況を把握したということです。2016年度には一旦撤去が完了したものの、2018年から再び保管物が増え始め、県が早期の処理を指導していました。その間も5年に1度許可を更新してきたことについて、県は加熱処理できる施設を所有していたため許可を出したなどと説明しています。 最終的には去年、許可していない方法で廃棄物を処理した事実が判明したとして県は砂押しプラリへの許可を取り消しました医療の、えー、いろんなもの、資材ですね、これが持ち込まれておりましたので病院側に負担を求めてで病院側で別の業者に引き取ってもらうということをしておりますのでその事業者だけではなくて排出者にも大きな責任が及びますから 県は砂押しプラリや排出事業者である病院などに撤去や処分を求める方針ですが病院の担当者からは県は数年おきに許可を更新していた、病院側に責任を押し付けているようだという声も上がっています。